皆さんこんにちは。今回はこちらスーパー2の方を、ベジータね、使ってやっていきたいなと思います。はい、パーティーは前回同様こちらね行きたいと思います。それでは行きましょう。さあ、ついにですね、ベジータのスーパーサイジン4と、戦う時が来ました。前回と同様ね、これ気力からまず行きたいと思います。これベジータ VS ベジータだからね、行きましょう。まず最初力属性、ここにはすげえ適してる。ガードして、ベジータガードいいね。必殺技打ちますか。で紫技封じね、最後つけていきます。あ、いけねえわ、無理だ。必殺技封じね、ここちょっとやっときたかったんだけど、いやベジータ強えわ、ほんとめっちゃいい、効いてる。ガードがやばい、攻撃もやばい。通常1万3000か、結構食らうな。よし、ここはちょっと気絶狙うか。で、ここ必殺技打てるね。OK。さあ、まずウィス。からローゼ。つ、やっぱローゼやばいわ。やっぱ強いわ。このターンで終わります。よし、あ、ベジットと、ベジータね、相性はいいっすね。 OK。 はい、次行きましょう。うわ、ここね、ここ、じゃあそしたらまず技封じから紫いきましょうか。いけるよな。でローゼ、ローゼはまあマックスなんで OK です。ここ狙っていこう。いや、ここ気絶でかいよマジで。技属性に対しての気絶はマジでしてほしいっす。あ、12万、まあ、うおい4万からのこれ、来い、はまった。 OK、 来た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 。そしたらレジット必殺技で、ベジータも必殺技、こいつも必殺技打っていこう。できるだけ早く倒したい。技属性すげえ厄介だな。OK、 10万以上当たれば全然いいよ。よし、そしたらまず先頭回復します。そして並びはこれでいいか。 OK。 で、通常攻撃がどんぐらいだろう。4万くらいいっちゃう。あ、4万だな、きつっ。マジか、4万。うん、やばいわ。まあ、ここは、反撃していきましょう。で、必殺技で、で、ここは気絶を狙っていこう。いや、頼むぞー。
反撃でも結構食らうな。これ15万ぐらいさっき言ったよね。よしよしよし、 OK。 ここで気絶してくれればありがたいよ。入ってない、最後食らっちまったよ。 OK、 ここいけるでしょう。一応紫は残しといて、うん、紫必殺技あえて打たなくてもよかったな今。まあまあここでね、ロゼで行ってくれます。オッケー。さあかっこいいなこのベジータ。さあここはねもう安心して戦えます。このままでいけるな。反撃、いや気持ちいい、ここは気持ちいいよ。いいよ。うん、効くな、ほんと効くよ。めっちゃ早いんじゃない、5倒すの。だってこの気力上げ悟空だって5万、全然食らわねえな。全然食らわねえ。いい感じね、これ。よし、これで。いいか。まあ、ここで技封じ、まあ、できてれば、いいね。全然 OK。次がベジと来るもんね。OK。いいね、ロゼ。これ2体か。2体のか。意外に当ててくるな。よし。じゃあここで片付けますか。順番はこれでいいか。反撃が可能なので。真ん中ベジット。お、ここ。見てみましょう。ちょっとこれ。ベジータの力。ドッカンモードです。よし、いけ。どんぐらいだろう、70万ぐらい出んのかな、まあ、約倍くらいだからね。さっき35万とかだったら70ぐらいはいく。すげえ。きたー、気絶にならない。このあれか、気絶マークの罰が気絶にならないってそういうことか。じゃあ、閻魔大王。これ多分、必殺技打たれたら先制みたいでしょ。これ打たれたらやばいな。通常攻撃どんくらい食らうんだろう、これ。どのくらいだ ?1 万8000。約4万くらいじゃあ食らっちゃうのか。必殺技怖えな。そしたら次、全然効かねえじゃん。通常攻撃、あーやばいなこれ。あ、でもこのベジータはね、ガーッと多分してくれると思うので、これでいこうか。でも気絶はしないから、もうウィスは使わないか。よし。で、これ反撃でしょ。で、ウィス。でも、マジか。あ、結構いくね。
さあこれはいけるいけるいける十分十分っすね。結構ギリギリまで減っちゃったなこれ。じゃあ回復しますか。先祖エンマてか使わないと無理だろこれ。ここ無理だろ。お化けとかやっぱ必要だったかな。牛魔王はちょっときついな。ここだとエンマかお化けで打ってこさせなくしないと。てかお化けでやっぱ遅延させるのが一番いいのかな俺は。で次のターンにエンマか。これナルタキャラだな俺。あとはベジットで反撃で行くしかねえな。よし、お反撃3体分いけるね。できるだけ反撃をしたいよね。ちょっと怖いんでね、ここ多分ね、これ耐えれると思うんだよ。ベジータのガードてかいつも思うんだけどね、中途半端でちょっと回復するのもったいないんだよな。反撃効くわマジで。でこの悟空も3万。ああ、まあ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 普通より防御力高いんだなこれ。20万でしょ。ここが結構効くんだよな。アイテムなしってかアイテム使わなくても今1万弱だからガードが。牛魔王耐えるかなこれ。ちょっとミスったかもしれないなこれ。お化けに普通に持ってくればよかった。無理だここは意味がないので。3万でしょ。やばい。ちょっとこれ死んだんじゃね。大丈夫か。あ3体いるぞ。これ10万減らされるから。あ超ギリギリ。あまあそうでもねえか。でもまあもう一回やられてたら死んでたよな。ここラストラストラスト、いけるだろう。いけると思います。ちゃんとバッチしね。技封じかかってるんでもう反撃で最後終わるでしょう。これベジってなかったらやばいわ。ここが優秀。ここ結構食らうんだよな。ダメージ軽減で反撃はもう最強ですねこれ。よっしゃなんとかクリアいきました。ベジータを連れてあえてベジータ対ベジータみたいなね、まあ、でも本当だったら悟空とベジータ戦わせたいんだけど、悟空でやっちゃったら属性的にはちょっとやばいので、ベジータサンドも自分が持ってればサンドでやってみたいなもう一回。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。